イエーイ。今日はハニージンハン何もいい、ハニージンジャーの白湯とともにお送りします。待って、チームエイトの特別ショールームって今でした？やば、全然、そうか今日だったか、申し訳ない。ちょっと顔が青ざめそうです。申し訳ない。金曜ロードショー見ないよ。私はもう基本的に金曜ロードショーは見ない人なんです。全然イエイじゃないけど。そう、でもなんか今日やるんですよね、名探偵コナンの。見ないよ。もう基本的に金曜ロードショーというかテレビを見ないからさ、私もうテレビすら見ない人なんですよ。まあ、ニュースはね、たまに、まあ、親がつけててニュース見てて一緒に見るっていうことはあるんですけど、もう普通にもうテレビすら見ないんだよ。そうなの。そうか、今日は金曜日か。さあ、今日は何の話をしていこうかな。うん、コナンは好きだよ。でもただテレビを見ないからさ、元から。なんかそう、そうなんですよ。私結構 Perfume さんは大好きなんですけど、音楽番組は全然見ないみたいな。そう、割とそんな感じ。うん、ご飯の話はね、昨日いっぱいした昨日いっぱいしたよ、ご飯の話は。そう、毎日ご飯の話だとね、もうネタが尽きてしまいそう。まあでもご飯の話はネタは尽きないかね。
何の話をしようかな。今日あったこと特にないな。なんだろう、今日特に何もそんな大したことはあんまなかったような気がするな。お花見できなかったので桜の見える嬉しかった。そうですね、あの私がその道端で見かけた桜がね可愛かったから写真撮ってね。そう、ピューロに関してはまた今度ね。そう、そういえば今日はあれだよね、なんだっけ、そのジョン・マイ・ラブのほのぼうの、あ、違う、愛媛の番組のね、ほのぼうのにジョン・マイ・ラブのこと出てて、そう、なんかわかんないんだけど、なんかタイミングが合わない何なんだろうね。なんかその私の時はあんまりそういうのなかったけど、なんかいなくなった途端なんかそういうの入るんだなって思っちゃったそれは気のせいかな、気にしすぎでしょうか。私の見てないんですよ、録画頼んでないけどな、頼むの忘れてた。でも親が大体そういう時ってお父さん録画してると思う。いやーでもしてない気がするわ。あ、生姜要素強かったな。時期的なものなのかな。そんな気がしてる一人です。だよねそんな気がしちゃうよね。こんばんは。まあちょっと羨ましいなとも思いつつ、まあしょうがないかとも思いながら、今すごい笑顔してた気がする。そうですね、まあ何しあの何いくつかのあの何だっけ、いくつかのところからインタビューはありがたいことにね、あのインタビューんあのしてくださって、そう載ってはいるんですけどね、それはもちろんありがたいことなんですが、そう私は謎にテレビとのタイミングが合わない
なんでなんだろう。なんでなんだろう。そうだからちょっとね、メンバーが愛媛のメディアに出てたら羨ましいなって思いながらっていう感じでいるんですけど、そう、まあね、それは愛媛のお仕事っていうよりかはジョン・マイ・ラブのお仕事だからね、それはもうしょうがないんですけど、こんなにいや、これ以上言うのはやめとこう、これ以上言うのはやめとこう、そう、ねえ、ね、そうなんです、まあでもちょっとやっぱタイミングが合わないよなーって。ちょっと複雑な気持ちにはな、ちょっとなります。ちょっと複雑な気持ちにはなります。そう、まあでも私はそんな思いを一期の時からしてきた。そう。まあね、そうね、もうちょっとなんて締めればいいか分かんなくなっちゃった。ちょっと締めが適当になっちゃった。やばい、もうハニー神社終わりそう、早いな。のさあ、じゃあ話はそらします。違う話をしましょう。
何の話をしようかね。そして何の話をしようかというところなんですけど。あら、ルンちゃんに会いたい。ありがとうございます。ありがとうございますつって。最近じゃない、昨日毛利さん見たんやけど、下尾が酔ったら噛むってどういうこと？私にも分からん。そうか。でも私はこれ、それを 見て思ったのは、みゆちゃんも大人になったんだなって思いました。まあそりゃね、やっぱ二十歳もう超えてますから、21だよね今年。ということは私今年で22になるんだ。わお。まあ、噛むっていうのがどういう意味のか、噛むってあのガブリって噛む方の噛むなのかな。ちょっと私も番組をさ見れてないから、ちょっとその詳しいことがわからないんですけど、そう。前腕を噛むらしい。うん、そうなんだ。ちなみにまあこの話の流れでルンちゃんはって聞くと思うんですけど、私はお酒飲みません。はい。そうなの。確かに甘がみなのかガチな髪なのかによって変わるよね。うん、お酒飲まない。美味しさをねちょっとまだ感じないんです。はい。そうね、初期の頃はみゆちゃんと同じ部屋になることはね何回かありました。そうです。もうそれもほんとね、もう1年目の時とかなんですけどね。そう、まあでも結構親はそのまあお酒になれるまではあんまり外にで飲まない方がいいって言って、外で飲むのはやめてほしいというかって言われて、まあでも私もぶっちゃけお酒に興味がなさすぎてもう飲んでこなかったから、そう、うん、一滴も飲まん。そう、確かになんかあんま慣れてない状態でさ外で飲んだらね、どうなるか分かんない。だからあ、でもそういろいろさ、なんかアルコール度数低いのだったら飲めそうじゃないっつったら、あ確かに、じゃあそれ飲んでみようってならないんですよ。だからもう私お酒に興味がなくて今のところね、分からない、もしかしたら1年後お酒めっちゃ好きになってるかもしんないけど、うん、なんか本当に興味がないんだなって思いました。そう、うん、もう私は常に水オンリーなんで、そう、まあでもちょっとその成人になる前からちょっとお酒に対してのマイナスイメージがちょっと強くって、そうだからあんまりその二十歳になってもお酒を飲もうとは思わなかったっていうのがあるかな。そう、なんでその誰かと飲むってことがないから、
誰がお酒強いのかとか全然知らない。そう、いやそうなんです。やっぱちょっとその成人前のマイナスイメージがちょっとあってそう、ちょっとそれがあるからね、なんかなかなか興味も持てないしね、飲む気にもならない。まあでも私あんまね、飲み物に、なんだろう、もう飲み物水があればもう十分な人だからね、本当に。そう、無理に飲む必要はないんですよ。だから私も無理には飲まない。あ、でも結構家族がお酒好きで、なんだろう、割とこだわりある人たちが、こだわりある人たちって言い方おかしいけど、そう、こだわりある人がね、いるからさ、ほろ酔いとか出ないんですよ、そもそも。そういうのが出ない。なんか別にアルコール度数高いのが出るわけじゃないんだけど、なんか、なんだ？基本的に。でもそれってどこもそんなもんじゃない？わかんない。ワイン、日本酒、クラフトビールとかみたいな感じ。はてなマーク。お正月はお酒飲まないの？うん、イベントごとだからといってお酒を飲むこともないですね。もうイベントごとはね、私もあの飲み物より食べ物だから。そうだ、それだわ。飲み物より食べ物だから私は。そうなんですよ。だから本当にね、マジでお酒に興味ない今はね、わからん。そう、なんかそのうちお酒に興味を持つかもしれないけど、意外とお酒知ってる私。まあ、でもやっぱそのなんていうんだ、こだわりある人がいるからさ、親とかが結構やっぱこだわりっていうか、まああるから、まあ、知ってるっちゃ知ってるみたいな。うん、タマさんにあげてたの美味しそうだった。お酒のおつまみに興味ある。あ、でもなんかお母さんはおつまみ系は好きだよねって言ってる。私そう、おつまみ系とかは好きなんですよ。まあ、でもなんか、うん、お酒はマジで興味がない。なんかそうですね、タマさん、あのジョーマイラブの共演者さんのたまみさんは、あのお料理が得意なんですけど、その角煮を作ってくださって、わざわざ持ってきてくださったんですよ、ホテルまで。それがちょっとありがたかったし、ちょっと申し訳なさもあってお返しをしたいなと思いまして。まあでもそのたまさんはやっぱお酒がいいのかなって思って。でも私なんかおすすめのお酒とかよくわかんないと思って、もう全部ねお父さんに任せました、おすすめのお酒は。そうで、あれになった。いやでも本当に二十歳になりたてのあの時からもう飲んでないからそうね、まあ30歳ぐらいになったら飲むんじゃない、知らんけど知らんけどっつって。そういえばでもそれで思い出したんだけどさ、まあよくか、まあよくっていうかそんなよくじゃないけど、家族とご飯食べに行くじゃん。で大体その時うちのお母さんが運転するから、まあ、お母さんはお酒を飲まないで、お父さんとか、まあ、お姉ちゃんたちがお酒飲むって感じで、でお母さんが
なんかあそこの店のワインとかすごく美味しそうだったけど、運転しなきゃだから飲めないし、お父さんはすごい飲んでたし、今度こそ絶対飲んでやるって言ってて、あのだから多分まあお父さんに運転させるんでしょうけど、それが第効果。そう、それでね、なんか私はマジで飲まないからさ、私が車運転できたらいいなとは思うんですけど、まあ運転の車の免許取りたいですかって言われたら、まだそんなにって感じなんですけどどっちだよっていう話を今思い出した。そう、そう、ちなみにそれはルミーノカリーノさんの話です。そうなんですよ、ちょうどあの私が未来モンスターであの食レポさせていただいたところとか。そう、ではうちもルミーノカリーノさんまでは車で行ったんですけど、そう、まあ、お母さんがね車運転するからお酒は飲めないくて、そうだから私が運転できたらいいなとは思うけど、まあね、免許取ってないし。そうなんですよ。まあでもね、免許はね、まあいずれ取れたらいいなとはちょっと思いながら、はい。そういえばこの話したっけ？しない方がいいのかな？まあでもなんかいずれ飲めるようになったらいいなっていうお酒があって、そうっていうのもね、ああでもな、まあなんか飲めたらいいなって思うお酒はあるんですよ。まあそれも家にはあるんですよ。ただ今すぐ飲みますかって言われたら、いや別にみたいな、なんかもうなんだろう、もう私が相当大人になってから50とかそうぐらいになってからじゃないと飲めないような気がする。まあそれがいつか飲めたらいいなみたいな感じですね。そう、でもあれって置いてて大丈夫なお酒なのかな。お酒って基本に置いてて、基本置いてて大丈夫なもんだと思ってたけど、意外とそんなことなかったりして。まあなんで私があのなんだお酒に興味がないという私がなんでちょっと飲んでみたいというお酒があるのか、それは察しのいい方は多分わかる。察しのいい方はわかる気がする。多分一人ぐらいはわかる人いそう。そう、これで当たったらね、すごいけどね。クイズではない。ね、なんでしょうね。でも私この話ってしたっけ？この話自体はを忘れちゃったな。
まあそうだから、そのみゆちゃんが酔うとうんたらかんたらっていうのを見て、あ、大人になったんだなっていうのをちょっとしみじみと思いました。まあでもそうだよね、21になったもんね。そっか、なんか未だにね、スーパーとか行ってお酒コーナーが目に入ったらちょっと避けちゃうんですけど、別に私お酒コーナーにいても大丈夫な年齢だったとは思いながらも避けてしまう。ちょっと気持ちがまだ未成年気持ちが未成年すぎて。お酒に関して、何ジュースが好きですか？まあオレンジジュースが一番好きではあるけどね。まあうん、オレンジジュースが一番好きですね。というかまあジュースはオレンジしか飲まん、基本的に。そうですね、あれなんでなんだろう、果汁 100% がいいですね。そう、そうね、まあ、ジュースはやっぱ果汁 100% が好きやわ。うん、でもやっぱ昔はよくジュース飲んでた。500ミリペットボトルのオレンジジュース買って飲んでて美味しい。果汁 100% です。そう、美味しいなって思ってました。そんな時期が私にもありました。土日の夕飯はご飯と一緒に、飲み物はオレンジジュースで、オレンジジュースばっか飲んでて、お母さんにあんたいい加減にしなさいって注意されたのも、そんな時もありましたよ。そんな私は今では水しか飲まなくなりましたはい、そう、でも久しぶりにさ、だいぶ前ですけどね、なんかまあ飲み物を何にするみたいに言われて、じゃあオレンジジュースでみたいな感じで、なんか久しぶりにオレンジジュースと一緒に、ご飯のと一緒にオレンジジュース頼んで飲んだらめっちゃお腹いっぱいになっちゃって、いやもうやっぱオレンジジュース、もうジュース飲まんでいいやご飯の時って思って、やっぱお腹いっぱいになっちゃうのが結構きつくって、だったらもうやっぱお冷やがいいってなったかな。そう、でもなんか何かドリンク頼んだ方がいいのかなとか思いつつ、でもウーロン茶ってあんま喉に良くないって言うから、ちょっと飲みたくないしなって思ってたら、もう飲むものがないんですよ。そうそうなの、もう本当に飲むものがなくて、もうお冷やを頼むしかないよねってなる。そう、
みかんご飯の話が出たんだけど、みかんご飯って実在するの？するらしいですよ。ただ私はなんか番組の企画でしか食べたことがないんですけど、給食では出るらしい。私の時は出なかったけど、みかんご飯は。まあね、まあ、みかんパンはよく出てたんだけど、みかんご飯はなかった。でもあんま基本的にご飯食べるときに飲み物飲まないんだよね。まあご飯食べる前に飲んで、ご飯食べ終わってからまあちょっと30分ぐらいしてから飲むけど、食べてる間にお水飲むことはほとんどないです。そう、ああ、みかん鍋存在しますよね。いつも愛媛のって聞かれるから、違うよ、山口だよって答えてるんですけど。そう、そう、みかんご飯ね。なんか私のその学校の給食では一回も出たことはないんですけど、その学校によってはなんか出るとこもあったらしくて、食べたことあるよみかんご飯みたいな、あの給食で食べたことあるっていう方もいらっしゃって。まあでもその私が番組で食べた時もうめっちゃカピカピだったの、すごい固まってて、だからなんかあんまりちょっとみたいな感じだったんです。まあやっぱちょっとカピカピだったからさ、そうカピカピってのはちょっと固まっちゃってたからってなるんですけど、まあ出来たてだったらどんな味するんだろうね。でもみかんご飯を提供してるお店に会ったこと、お店見たことないけどね。そう、いや、みかん鍋のことはね、私も知らない、愛媛のじゃないから。そう、まあでもなんか鍋にみかんが入ってるみたいな感じだった気がするけどね、写真だけ見たけど。そう、さっきも言ったけどね、みかん鍋は愛媛じゃなくて山口なんで。やば、結局食べ物の話してるわしないって言う、今日はしないよとか言ってたから、まあね、やっぱ私のショールームは食べ物の話なんですよ、最終的にはね。そう、やっぱもう逃れられない食べ物の話からはね。美味しく食べられるのが幸せ。そうね、それはもうそれでそうだ。なんか中華料理店、中華食べたいなって思うんですけどね。中華は好きなんだけど、多分一番食べないんだよ中華って。そう、なかなか行く機会なくて中華。
そう。餃子の王将も大阪王将も行ったことないからさ。でも親が行ったことあるよって言ってるんだけど、もうぶっちゃけ記憶にないんですよ。絶対記憶にないくらい小さい頃だと思うんですよ、行ったとしても。もうそれも行ってないに等しいと思ってしまう私。そう、ちょっとね、中華食べたいなって思っちゃう最近。いつか食べられたらいいな。オールド香港まだ行ったことないのよ。あそこのパスタ高校も1回しか行けてないしね。行けたらいいなって思うんですよね。なんか親がねじ巻きカフェっていうところに行ってご飯を食べて、めちゃめちゃ美味しかったよって言ってて、ちょうどやっぱその時私あのジョマイラブやってた頃だったから、そうなんかね、私がジョマイラブ出てる間を家族がもう先にいろんなお店で食べててね、なんかいいなとか思いながら。そう、でもそう、めっちゃねじ巻きカフェさん絶賛してました家族が。そう、だからもしね、また東温市に行く機会があれば、ちょっとねじ巻きカフェも、私が行ってないからすごいなんかどんなところなんだとかあんま言えないんですけど、そう、ぜひ。まあでも私もね、その家族と一緒に行くことがあったらね、絶対行こうって言ってるんですけど。そう、でもね、そうなんですよ、行きたいとこ多すぎてね、ちょっと困ってる。ね、結局食べ物の話から逃れられなかったということがこの今日のショールームでよく分かりました、皆さん。はい、というわけで、じゃあ今日はね、ここら辺で終わりにしたいと思います。最近ね、またちょっと寒くなってきてて、なかなかその気温のね変動がその激しいんですけど、皆様体調など崩されないよう気をつけてください。ということで、じゃあランキングを読んで終わりますよ。13位から
13位ポエム玄米風玄米茶風味さん、12位川端慎二さん、11位カリネコでも好きだよさん、10位カラスの川子さん、9位ももさん、8位飯田ひろゆきさん、7位七田さん、6位キャパさん、5位夏目さん、4位アーティーさん、3位海指さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけでじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。またねー。